監査門プログラムスタート。量子変換を開始します。レイシフト開始まであと3、2、1。工程に問題発生。時空連続体に理解困難の不具合発生。グランドオーダー実証停止。レイシフトルート構築は継続します。コフィン内のパイロットの安全を最優先。強制排出をロック。パイロットの自主的な帰還を期待します。ここは一体？得意点ではないようですが。少女がトンネルを抜けると、そこは一面のグレートキャッツビレッジだった。なんてな、文学的な OP とか私には似合わないっつーの。グッモーニン、素敵なカチューガール。布団とかねえからこたつで看病してたけど大丈夫？お尻痛くない？あ、痛くない。地面に直置きのこたつでもびくともしないと。耐久 A なんですな。まあいいや、みかん食べる？これ愛媛の美味しいとこ。はい、ありがとうございます。でしょ、もっと食べなさい、もっと食べなさい。毒とか入ってないから。黄泉の食べ物を食べたら地上に出られないとか、そんなケチくさいこと言わにゃいよ。だいたいさ、客を呼び止めたいんなら呪いじゃなくて味で勝負っしょ。こちとら伊達に立つヒロインして店始めてね。この麺一煮干し級の猫乾麺で天下取ったら。ほう、怒涛のカオスラッシュにも驚かれない。改ざん命導してネズミも出ねえと来た。ここグレートキャッツビレッジは妖精郷の一つ。地上から人間が迷い込んでくることもある。察するところ、お嬢さんもその一例かな。どこの世界の冒険少女なんだ？あ、はい、私はマシュキリエライト、人類保証機関カルデアに所属する研究員であり、英霊と融合を果たしたデミサーバントの成功例です。あなたはそのどこの惑星の方でしょう？地球上の生命体とは思えませんが。おやおや、冗談のうまいお嬢さんだ。おいしいみかんのお返しにしちゃパンチ効いてる。でもまあ地上にはいないよね、こんな美獣。そのセクシー、まさにモンスター級。キラ怪物的という意味ですね。適切な比喩表現ありがとうございます。ああ、わずか1分のやりとりですが、ユウには遊びが通じないのは理解した。よろしくマシ君、私は猫歩く、この猫国のトップ猫。察するところ、マシ君は一刻も早く元の世界に戻らなければにゃらない。違うかな？はい、でもどうすれば。カルデアとの通信は完全に途絶。ここがどこの時代なのかもわからない。にゃにゃにゃ、心配するな、マドモアゼイヌ。悩みはいろいろあるだろうけど、ちょっとこたつをどけてごらん。驚くぜ。こたつをですか？では失礼して。英霊召喚のサークルにそっくりです。猫歩くさんは召喚師だったのですか？うん、これはね、
マシ君が空から落ちてきて、私をクッションにした時にね、スポンジみたいになった体から魔力が地面にビシャってなって、この通り。すごいっしょ。控えめに見ても異世界転移のゲートです。マシ君の力と猫の力が融合したわざわざ、どうでも言っておきますか。申し訳ありません。猫アルクさんを押しつぶしていたなんて。いつもは、はい、どちらかというと私が盾になるというか着地役を果たすのですが。ほう、じゃあマシ君は護衛役。なるほどな、そんな感じするする。じゃ、話がまとまったところでゲートに飛び込もっか。マシ君は元の世界に戻るために、私は MB 界を平和にするために、一丁協力して異世界冒険しようぜ。いえ、あの、話が見えなくて。猫アルクさんをお助けするのはいいのですが、なぜ私なのでしょう。わかるな、猫と和解せよ。なぜも何も似合うんだよ、マシ君。なぜなら人類の総意が、売り上げが、 DLC を求めているんだ。人類の総意。猫アルクさんはそんなに大きな使命をお持ちだったのですね。そういうことならお任せください。まだまだ未熟者ですが、マシキレイライト、この盾にかけて人類のために戦います。ま、いっか。異世界や買わず飛び込む無料ゲーってな。マシ君、ユウを新たな勇者、猫27キャットの一人に任命する。私と一緒に MB 界の悪を倒すんだ。その結果、私の体には魔力が高まり、新たなゲートを作り出すことも可能。何度か実験していれば、いつかは元の世界に通じるゲートもできるって寸法さ。猫アルクさんに魔力がたまり次第、雑巾のように絞らせていただきますね。今、なんか怖いこと言わなかった？マシ君の優しさを信じて。はい、粉骨最新、お任せください。オープンユアマジックサーキット、ファイト。当てます。差し込む。これなら伸びる。あー、伸ばしません。よっしゃ、最後当てます。暴れ、突進、セレイ、バカイカ。いや、いや、これなら止め、止まってみる。いや、当てます。バカイカ。許すマジ、ハサマージャンボ。待った、これなら止めた。セレイ、なんかした。当てます、当てます。よっの騎士ですね。パーフェクト。ターンにはマジックサゲ。マインバイ。よし、これならね。スキャリオ。これすぐ。おりゃー。バネを効かせない。これなら。テアルスが追い立っちゃう。慎重。追い立っちゃう。慎重に。あげます。よし、突進。カッピー。安全質量。いけ。ここではダメだというのか。損害想定内。ユウ・ウィン、戦闘態勢を継続します。2010年代の日本、吸血鬼。私たちの世界と法則は違うようですが、戦闘に支障はありません。カルデアの代表として頑張ります。俺の島で勝手はさせねえよ。オープンユアマジックサーキット、ファイト。よしよし、
ッフシールド、いや、これで飛ぶ、やっとシークイック打ち払う、これで、やあ驚くぞよ、やっでもヒット、で、勝負、お倒れを、やっぱスト、バンカーシュークリカバー、これなら回しません、強行突破、行きます、せーの、お倒れを、払います、やっでます、せーの、やっでます、暴れ、せー、勝負、お倒れを、やっ、打ち払う、ダウンはマジンブクセバイスで、これならリフトダチャンス、なんだダダダ強行突破いきます、逃しません、ダこれならハブレイセーフ、はじけ強行突破よーしよ慎重に、出ます、やあすごいのです。まだ物足りないぜ、かかってこーい。戦いが終わった時はこういうのが礼儀だとニコアルクさんに教わりましたが、どうでしょうか。猫アレクさんの目的地、まるでお城のようです。どこもかしこも手入れが行き届いていて、細やかな心遣いが感じられます。きっと素敵な当主様なのでしょうね。優しくて明るくてお綺麗な。ああ、まあ大体合ってる。お嬢は敵対するとめっちゃ怖いけど、基本は両家のお嬢様だからにゃ。むしろ注意すべきは使用人の方にゃんだよ。気をつけろ、特にほうき持ってる方。ネコアルクさん大丈夫ですか。うん、なんとかね。ところでこれはどういう関係なのかな、メドくん。大変失礼いたしました。今のは調理に使っていたフライパンです。返しの練習をしていたところ、指が滑りました。お気に召していただけたなら幸いです。ああ、そっか、事故ならしょうがないか。じゃあちょっと失礼しますね。私たちは当主に用があるので。当家の主人は多忙につき、現在面会はお断りしております。ですが、お客様にも事情がおありのようです。どうしてもとおっしゃるのでしたら、特別にお伺いを立ててまいります。それまでどうぞこちらへ。迎賓室。本当？迎賓室って猫看板ある？ない、ドリンクバーだけ。いや、まあいいや、行こうぜマシ君、リフレッシュのチャンスは逃さねえ。いえ、気をつけてください、ネコアルクさん。そのメイドの方は危険です。端末ではありますが、シールドに内包された近未来観測レンズシバが1分後のネコアルクさんに死亡ステータスを表示しています。そうなの？でもこのウェルカムはなかなかだぜ。この喉に詰まるような異物感はどうだ。例えるなら、体が別の何かに乗っ取られるような。っていうか乗っ取られた。こんにちは、猫翡翠です。マシ君も一杯いっとく。メイドになればどんな殺人ケーキも思いのままだぜ。精神に異常をきたす薬物を検知、カルデア式解毒メソッドを実行します。ごめんなさい、ネコアルクさん、助ける方法はこれしかありません。
望ってそういうこと。オープンにはマジックサーク今マジックサーク状況確認走り強行突破アローバー行きましょアローバー何かした今サウコアバッシュバッシュやっぱりアローバーやったーダイナリーゴー行きますアローバーハッパーでますビーダーコミュアローバーやっチャンスキャッセキャッダイナリー新ちゃんパターンキング戦闘機のようにそこでこれでも円卓の騎士ですユーリンマジックサーク前にファイトそれこれはバネを効かせていこう口からもう口に当てますピンポンやってきた許しまくねえならピンポン口からうーんはじけ痛いの行きますはじけウェイキャーこれはピンポンやりこーシェーコセイカ当てますもう腰世代までたたえるんやそんな同点パーフェクト戦闘態勢を継続します。よかった。毒物すべて摘出されました。念のためあと数回衝撃を加えて胃洗浄も。お、猫アルクさん、そんなに急いでどこに行かれるのですか？この盾にかけて撤退はできません。名乗る必要はない。オープンユアマジックサーキットファイト。当てます、いや当てます、いや勝負きついな、いや当てます、いや当てます、いや突き上げ効かせて差し込む、いや突き上げ弾け、こぼすなよ、そっち慎重だ、そこでリカバー、ここならダイブ、ダイブ、おりゃー、人類の脅威、戦うほかありません。殴られたいんでしょ、遠慮しなくていいのよ。オープンユアマジックサーキットファイト、今当てます、はじけ、状況確認、強行突破、いきます、対空、何かだ、これなら当てます、やった、払います、お倒れハードにチャンス、You win.
ファイト。による危険予測、戦闘になるのですね。食ログではこの辺りに、オープンユアマジック。仕掛ける。ファイト。払います。程度まだです。いや、こいつは走れ。ファイト。おりゃー。差し込む。走れ。程度なれ。アジマス止め。出会う。前にファウンター。走れ。ファウンター。この隙早く。リカバー。ここからファウンター。転身。ここです。狙い撃つ。リカバー。アジマス止め。ダイブ。やっ、ステータスアップ。仕掛け。アジマス。ファイト。シールダー。奥義。パニッシュメント。ダンスアウト。前に諦め切った。さあリカバー。まだ退路を切った。ここで破壊。セーフ。挽回します。そちらでアジマス退屈。何で仕掛け。セーフ。これはここからです。次のウェーブに向けて準備。ユーウィン。猫歩くさんとはぐれてしまいました。その上、気がつくと怪しい地下空洞にいるマシュキリエライトです。お屋敷の奥にある森に踏み入ったところ、着物姿の女性の後ろ姿が見えましたので、道を尋ねるために追いかけただけなのですが、おや、どこからか話し声が。猫歩くさんとどなたでしょう。
雲も無数に存在する可能性、絶対にないと言い切れない別の私。こっちの世界ではグーパンでゲロりましたが、どっかの世界ではヒザパンで毒物排出と。それどっちも同じじゃにゃい？大丈夫？もっと平和な解決策ってないの？まあいや、要はパラレルワールドのことっしょ。今はマルチバース理論っていうの？にゃにゃにゃ、知ってる知ってる。でもなんでかっこよく言い換えたの？解明商法？そういうお話ではありません。そもそもマルチバース理論は商標フリーです。怪しいマルチ商法の話ではないと。残念です。だが言うは、私がそのマルチの証明だという。マルチの化身とも。参りましたな。そこに気がつくとは、なかなかどうしてミスに置けないお方か。いるだけで世界が揺らぐミスキャスト。猫の使い道を猫以上によく理解しているようです。で、つまり何なの？あなたは世界にとって剥離剤になり得るのです。異物であるあなたはこの世界の法則に守られない。最弱です。きっと誰にも勝てません。ですが運命にも縛られない。あなたの視界はいい意味でブレブレなので、この世界にいながら隣の世界の設定を、現在を観測できる。想像してみてください。一つの缶詰の中に二つ分の中身が重なったら。何それ、怖い。破裂するのか。いえ、融合です。ヒロイン A と結ばれた運命と、ヒロイン B と結ばれた運命、それらが混ざり合い両立することも可能なのです。あなたが燃え尽きるほど頑張って四季さんを直視し続ければ、あるいは。にゃんだと。でもその世界、控えめに言ってゴミ。よく聞こえませんが、終末装置に匹敵する危機感がすごいです。私のようなので、これ以上近づくことは。終わるまで待っているべきでしょうか。どなたです？ど誰かな。なんだ、私のファンか。気にすんにゃ。今の魅力的な話を続け。突然のカンフル剤ですが、体に害はありません。自己処理よろしくお願いしますね。おおおおにゃんだこれ、めっちゃ結構。未知の栄養素が体内を駆け巡る。まるで生まれ変わるようだ。っていうか生まれ変わった。こんにちは、猫琥珀です。今のはどんなウイルスも裸足で逃げ出すスーパーワクチンだよ。でも心配しないで、私は平気です。だからお腹を殴って嘔吐させないで。マシ君は平和的手段で私を助けてくださいねと。猫アルクさん、残念ですが肉体に異常をきたす薬物を検知、カルデア式解毒メソッド2を実行します。手遅れです、ネコアルクさん。助ける方法はこれが一番です。痛みを伴う治療法はいらねえ。ドクター、教育どうなってんだ。ドクター。オープンユアマジックサーク、マイマイタウンター情報確認。これなら勝負はじめ。クイーンの全出力いきます。払います。よろしくお願いします。カウンター当てます。キャッチ、着力マックス。
猫アルクさんの戦いのおかげで宝具充填 100% です。ゲート開きます。はい、というわけでこの MB 界は MB 界によく似た悪夢の猫ワールドだったんだ。だが私はくじけない、諦めない、回線切らない。猫はいつだって夏への扉を探すものだから。猫アルクさんはロマンチストなのですね。よせやん、私は猫に優しい主人公を評価しているだけさ。それよりマシ君、出口の方はどう？見えてきた？はい、芝によるとあと40秒で最も近い平行世界に転移するようです。ゲート間の移動も安定しています。これも猫アルクさんのおかげですね。カルデアの技術ではこんなことはできません。合わせ技、合わせ技だよマシ君。一番強いのは信じる二人、つなぎ合う手なんだ。私たちはもう仲間なんだ。一緒に MB 界を正そうじゃないか。はい、人類を破壊しようとする方に容赦はしません。マシキリエライト、どんな結末が待っていても心を鋼にする覚悟です。なんて頼もしい、まさに正義の女神と言わざるを得ない。皆さんも最後のオチまで見えてきましたね。嫌な予感しかしねえにゃー。